星さんと口頭で通じる時もあったっていうからびっくりしたんだけど、もしよ、もし、まあ、脳の検査も受けるって脳はごまかせないらしいから、でももし、あの、本当だったらそれはそれでいいんだけど、違うって言った場合、あの、今本当に不自由でその耳が聞こえないとかね、自己申告でとかって言って大変な思いされてる方もいらっしゃるわけじゃない。で、まあ、反対に新聞なんかによると、そういう自己申告がためにもう、あの、替え玉、違う人を生かしたりとか、本当にね、あの、聞こえづらい人を病院に行って寄付受けてるのも全国にも何百人っていらっしゃるんだって。でも本当に不自由されてる方がもう一回再検査しましょうみたいなことは、これは屈辱っていうか侮辱っていうか、そういう人たちに申し訳ないよね。そうですね、それで、その、まあ、一億儲けは何でしょうが、それでその人たちがほっとしたんならそれで私はいいと思うんだけど、そういう部分で嘘をついてるとしたら、うん、人間として尊厳はどこにあるんだみたいな。そうですね、うん、なんかお医者さんたち聞くと、うん、基本的にそういう性善説で、うん、やはり本当に耳が聞こえなくなってきたという方に対して、うん、本当ですかとは絶対言わないわけですよね。当然、そうそうそう、もちろんそういう方はほとんどいないわけですから、うん、だからそういうとこに、なんて言うんでしょうね、迷惑かけちゃってますよね、だから本当に。でね、してる人たちにそんなに騒いでどうでもよかったんだけど、私もあの問題になるまで、その沢村コーチさんの名前も知らなかったし、新垣さんもクラシック特に私ダメだから、ダメっていうかあんま聞かないから、はいはい、問題になるまで知らなかったんだけど、そんなに騒いでた割にはパタッと、そうですね、なくなっちゃったから、そうでしたね。で、変な不謹慎かもわかんないけど、ずっとオリンピックでやっぱりソチで盛り上がってて、で、やっぱり真央ちゃんで感動したとか、羽生くんのすごいとかってあったじゃん。あともう10代も頑張って、不謹慎だけど、あ、それ終わったらやるのかなと思ったら、全然何なのこれは。そうですね、うん、でもお任せなんかでも、あのスタッフと、いやもうこれはちょっと話しづらいよって、お笑いの子たちも意見が言えないものって、もし本当だとしたら ね、 そ, ね、それで、あのひょっとしたらあの方はあの前のコメントで、あのその新垣さんって人に、この秘密がバレたら僕はあの死んじゃいますみたいなこと言ってるから、 そんなあんまりうちらが言ってってのもあるけど、このほったらかし、騒ぐだけ騒いで、はい、ほったらかしっていうのもすごいよね。そうですね、だからこれ沢村コーチさんが会見に前向きだっていう情報が出たきり、それは先週の、あの音楽性ランキング、視聴者のランキングで作ってるんですよ、はい、あれ最近みんながどれぐらいの興味があるかっていう、結構上位な、そうですよね、でしたね。なのに人間って面白いね、うん、ただこれはやっぱりしっかり会見やってもらわないと、うん、この騒動自体がなんかこう収束しないですよね。なんかそういうの不思議だね、わーっと騒いで、なんか知らないうちに、うん、なんか静かになっちゃうっていうのもね、うん、不思議です、ね、そういう意味ではね、もう間違いなく学校さんが言うように、沢村コーチさんの騒動は、うん、実際に本当に耳が不自由な方とかに迷惑かけてるのは間違いないですよね。そんな気がする。